額の車になってるから取り扱いだけちょっとご注意していただいて、例えばドア開けるのはこっちのスタッフの方でやったりとかっていう感じで、はい、あのルームミラーとかあのいろいろな、はい、もう取り扱い注意してください、はいはい、すいません、はい、お願いします。はい、早速参りました。はい、よー、スタート。何話してるんですかね。想像してみるんだ。私、新しい愛が欲しいわ。おい、ちょっと待てよ。おいじゃなくて愛よ、ずっと欲しかったのは。おい、あ、ごめんなさい。はい、これでます。はい、よー、スタート。カット。カット。入れます。俺ずっと見ちゃってたの。あれ、ずっと見てていい。これずっと見てて、ずっと見てていいんですか。あ、基本的には。はい。スタート。よーい。スタート。何話してんですかね。唇を読め。私、新しい愛が欲しいわ。はい、スタート。はい。分かった。OK。はい。違っても語尾とかそういうのも全然いいね、はい、こういうようなことを言ってれば、はい、合ってれば、はい、内容と樋口さんのリップが全然合ってない方が面白いので、うん、ちょっとあのオーバーアクトというかちょっと開け気味っていうのが、ね、まあ、小さい頃、はいはい、朝ごはん残して、残したりするでしょう。分かってる。ダメよ、あれもみっともない、恥ずかしい、やめて、ね、はい。最初に盛り上がったのは車の話ですね。ね、あの撮影ですごいかっこいい車を使わせてもらって、話がこう膨らんでいって、ヴィンテージカーのなんか話をいろいろさせてもらいました。多分出て結構すぐ買ったと思うんですよね。アップルユーザーだったので、やっぱりタッチパネルとかキーボードがなくてこの画面上に現れるっていうのが、なんかものすごい興奮した覚えがあるんですよね。本当にこう夢の機械みたいな、映画の中でしか見たことがないようなものがなんか実際自分の手元にあるっていうんで、すごい興奮した覚えがあります。高校2年生ぐらいの時だと思うんですけど、 iPhone4 かなが初めての iPhone デビューでした。テンションはもう爆上がりでしたね。それまでずっと普通のガラケーを使ってたんで、勇気のいる決断だったんですね、僕としては。小さなコンピューターのような、まだスマホっていう言葉もそんなに定着してなかったし、新しい領域に踏み入れるような、
で手に入れた時は自分が今まで思ってた携帯の概念とはちょっともう全然違う角度からいろんなことができたじゃないですか iPhone って。だそれにずっと感動しっぱなしで、あこんなこともできるんだこんなこともできるんだってのが未だに更新されていってるっていう、今西島さんもおっしゃったように未来の道具のような、だからそれを手に入れた興奮がありました。撮った動画をその iPhone の中で編集ができたのすごい感動しましたね。 iMovie でショートムービーみたいなのをなんか学生の時ちょっと撮ったりもしてましたね。遊びでなんかそれがすごい楽しかった記憶が今蘇りました。せっかくだから人間以外のなんか動物とかモンスターとかなんかそういうのやってみたいですけどね。普段お芝居じゃ演じられないような突飛なキャラクターやれたら楽しいのかなと思いますね。いやもうね立派にやられるでしょうから、特に映像の仕事をしてると自分の年齢だったり自分の体ってもののどうしてもそのやれる役の幅って決まってくるので、声の仕事だと やるとすごい難しくて毎回落ち込むんですけど、僕最初にやった役馬だから、へ賢い馬いいですね馬、うん、そうだからなんかすごく興奮した覚えがあって、馬の役なんて確かにやれないじゃない。どういう気持ちか分かんない、うん、そうだからやっぱりそういう、いや楽しそうだな、うん、自分のその役が絶対に自分の肉体じゃできないものにこうチャレンジできて、それはすごくなんか感動的なので、いや本当チャンスがあればぜひ飛び込んで挑戦したいなと思います。すごい変わったなっていう気がします。いやそれはそうだよ、その年齢だったらね。そうなんですよ、ね、多分5、6歳でとんでもない変わり方してるもんね。なんかすごい変わったような気がして、その時はやっぱどの現場に行っても本当に最年少でしたし、もうすぐ30になるんですけど、ほぼほぼ最年少っていう状況はなくなってきたなっていうのもあるし、なんかそうやって少しずつ大人の階段を上って今があるのかなと思ってるんですけど、まあ、僕はその頃はインディペンデント系の映画に出ていた頃で、映画をとにかく映画館に空いてたらずっと通ってた時期なので、今思うとすごく豊かな時期だったなというふうに思いますね。ひたすらインプットをずっともう浴びるように映画を見てた時期なので、今はちょっとなかなか時間もなくて、自分の時間がやっぱりすごく短くなってるので、まあ、それはそれですごく幸せなことですけど、ほとんど自分の時間みたいな、好きに使っていいっていうのは14年前の方が全然そういう感じでしたね。とにかく真剣にやって、まあ、そのことが面白いで、この2人の関係がなんかやっぱりすごくチャーミングでちょっとクスッとしちゃうような CM で、どんどんこれからもその関係がどんどんこう作られていったらすごく素敵な CM になるのかなと思って、今から僕演じてる側ですけどすごく楽しみにしています。一見かっこいいような様ですけど、二人のちょっとしたポンコツぶりとかも楽しみにしていただきたいですし、この二人がどうやって白鳥の皆さんと絡んで今後行くのか、そういうところも注目してほしいなと思います。